私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世紀も渡り、翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとした。ブラックホール。なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。あ、ブラックスワン、もしもし。久しぶりだな。ピノコニーを楽しんでるか、ヨミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。偽物。なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？看護ビボップ。ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ。ホーリーベイビー。私はガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから首を洗って待っててくれよ。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ、書き出しはどうする。おお、遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。あ、彼女は純種の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ純種の運命の後人。そうでしょ。ねえ、教えて。ヨミは一体何者なの？オーケー。まさか味方だったとはな。ホーリースイート。ホーリースイート。どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。
あの女の過去？んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。ほう、いただしちゃ。あの黄泉って女はな、存在するはずのない指令だ。Emanator, który nie powinien istnieć. No proszę, no proszę. Jest z przyszłości albo przeszłości. Soremo kimi no engi ka? Yoku mata boku no mai ni kao o daseta ne. Kore koso ga kimi no nozomu kekka da to omotte ita no da. Tik tok. 17 godzin, Aventurin. 17 godzin. Shūjitsu ni jibun no yakuwari o hatashita no da. もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか？アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ？サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろう。ああ、だがどうするつもりだ？その謝礼金の入ったバッグの中に低軌道支援を呼べるビーコンでも隠してるのか？さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。君は完全に狂っている。どうしようもないギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだ。これはなんだ、処方箋か？アベンチュリンドストスモーチャク。君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんてやってくれるな。マジなブルドゥープ、キッドプシャグラン、マゲムウジュチ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 あの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。オッケーオッケー。Half switched.
No, no bo tu, tu nic więcej nie ma, nie? Tu, tu tak się będziemy tak switchować, nie? Raz tu, raz tak. Dawaj, dawaj mi tutaj monety, Ham 1. A nie chcesz gadać? O to się. Yare yare. Yoronaka wa midare. Hitomito no kogoro mo kawatte shimatta. Chaboro, here I got these gems for you. Omae-san wa... Aa, wakatta zo. Kore wa nanika no itazura bangumi da na. Prank show. Kono tatemono ni kamera wo shikake, jibun no zenkou wo satsuei shite iru nda ro. Yare yare yare. Omae-san tachi wa... Ara ara. 朝から晩まで木を照らうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれはまた。死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクター・エドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで、思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。グランドブレイキングアーツ。そうだね。邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物。あの記憶域ミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。Wesley, jesteś jeszcze? Powiedz mi, dużo jeszcze mi został ten fabułki? Pewnie tak, nie? Pewnie tak. Mamy coś? No, mamy tylko jedną. No, dawaj mi kurde coiny. A, jeszcze 100 paru mi zostało, okej, okay, dobra, dobra. Dobre jest to, że tak jak Chaboro opisał śmierć, którą widział w wspomnieniu, który kupił. Bardzo pasuje do opisu Memories on Meaning, który jest w sumie śmiercią. True, 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 true. Zamiast jest taki, że teraz Avengers. Psycha siada i w międzyczasie chyba jeden raz albo dwa razy moje. Ten głos nie pasuje, kurde, do tam, tak, tak dużej laski, nie? Ale dobra. Here, I got this gems for you. Aaaa, kirei na houseki? Demo, konna ni suteki na prezento. Dou shite mizu shirazu no atashi nanka ni kureru no? それは美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。アベンチュリン is kind。はじめましてのお兄さん。お兄さん。時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど。死にまつわる逸話って聞いたことないかな。
死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。怖い怖い。だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ。死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね。だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう。今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった、うん、夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに、うん、頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。Czemuś nie dałeś rady przejść szefa buły z Wejdem, bo utknąłeś? Ale no, 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 no. Jasne, jasne. こっち？酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。うん。まあ、ちょっとクレイノット。ボッチデロック。それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば。So glad? それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。おっと。お前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔。うん。その話詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。ああ、それはな、首の太いタツノオトシゴだ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてる。おお、バカ野郎。Już sądziłem, że powie opaj. Big Buba. Oświetę kredę, arigato. Familii nie hajru maiwa. Minna koste krusime rareta noka. Bok no no. Szoko toste okuri tak naruda.安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドがいつでも力に。やっぱり。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたら、ホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでください。あ、ボニーステンズ・ブロッドハンダーズ・ファミリー。いつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして、君は密航者と接触したことはある？密航者。デビルオフソウグラッツとサミーザ。密航者なんているはずないじゃありませんか。
with Big Booba. Big Booba. Albo po prostu liczy na Big Plot. Jak to się teraz mówi, nie? Nie słyszałeś nawet o takim określeniu, że Big Plot? Czekaj, może coś znajdę. Czekaj, czekaj, gdzie to jest? Gdzie to było? Jeszcze taki jeden z ostatnich. To nie mogę teraz tego znaleźć. Gdzieś to było. Że mam w Discordzie? Czekajcie. Że mam w Discordzie, muszę to znaleźć. Dajcie mi sekundę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie, to... Mam. Pytanie, czy to się otworzy, tak? Otworzy się to? Tak. No. Trzeci sezon będzie Big Plot. Big Plot w tych hints. Miała redukcję tkanki tłuszczowej, potem zjazd. Nie. Wiecie co tutaj ten ja mówię, to może w sumie pokażę to troszeczkę ten, żeby było. Powiem tak, sezon pierwszy to miała push up bra. Dlatego były jakieś tam, nie? W drugim sezonie nie miała push up bra, dlatego jest jak jest, nie? W trzecim sezonie, no dorosła w końcu. プレゼント?何かの間違いじゃないか?大した金額でもない。ささやかなものだけど、受け取ってくれると嬉しいな。本当に?まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて、僕の両親じゃなくて、この僕が。ありがとう。本当にありがとう。落ち着いて。実は、 君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい?僕の父さんのこと?それとも母さんのこと?え?どっちでもないけど、僕が聞きたいのは、無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも、 危険はどこにでもある。夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニクだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無教の中では僕を守れない。守る?身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は 本当に父さんに遠く及ばないな。
て皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。Taki los, jakoś się dziewczyny ratują. No tak, no tak, nie? No. Wszyscy wiemy, że każda dziewczyna chce być coraz bardziej atrakcyjniejsza, no już nie szukujmy się. Żeby złapać w sidło jakiegoś naiwniaka. Uma Thurman. デリケートな話題はやめてくださいね。マジでケイノス。お金を持っている人ほど夢の中で交流するものですが、自分から他人にお金をあげる人は初めて見ました。あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって、溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして、誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる話題であることは間違いない。No, ね、ただ、所詮はどれも噂話。あまり。お、もしかして？お。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ。いや、ostatnio ograłem czwórkę właśnie. Jeszcze inne części mnie czekają。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あ、お母様のヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたら。No, jak? こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言って。けど君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと人の親切を無駄にするんだから。 Same here bro, same here。 どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。